はい、どうも、くまさんです。今日のニュースはこれということでですね、もう超絶どうでもいいニュースいきます。めっちゃアホみたいなニュースいきます。でもちょっと笑えちゃうニュースいきます。あのですね、その前に皆さんですね、あれなんですよ、ご存知だと思うんだけれども、おぱよというのは、核心をつかれると切れます。はい、ご存知の通りね、おぱよってね、核心をつかれると切れちゃうんですね。うん、こんな、ちょっと前にね、こんなことがあったんです。うちの家で、ね、この間ね、法事だったんですよ。これね、前も動画で言ったけど、ご存知の方多いと思うんだけど、法事だったんですよ。で、その法事にですね、なんとうちのですね、親戚のお姉ちゃんがですね、自衛官の方と結婚してるんですね。見事でしょ、素晴らしいでしょ。自衛官の方と結婚していて、その自衛官のおっちゃんも来ていたんですね。その場で私ですね、このおぱよ集団に、こんなことを言ってみたんです。みんなですね、安倍ちゃんは戦争を従っていると。安倍ちゃんは戦争を従っているから危険なやつだなんていうことをよく言っているわけですけれども、皆さんね、本気でそれ思ってる？ね、一国の総理にまでなった男が、この我は私がこの手にしたこの武器をですね、どこかの国に向けてぶっ放したいわと、このミサイルをですね、北朝鮮とか中国とかいろんな国に向けてぶっ放したいわと、心が震えるなんていうことをですね、思っていると、あなたたちは本当に思っているの？ねえ、ということをですね、私聞いてみたんですね。当然こんな直接的な聞き方はしませんよ。僕、現実世界はですね、僕の周りはですね、立憲民主党を応援するですね、おぱよ集団に私囲まれて生きておりますから、こんなことをね、真正面から聞いてしまうとですね、立憲民主党に投票してくるわって言いながらですね、実はですね、自民党に票をね、入れ続けていたということがバレてしまいますから、こんな直接的なことは聞かなかったら、もっとね、もっと柔らかくね、オブラードに包んで聞いてみたんですけども、これを聞いた結果ですね、皆さんはですね、黙りこくってしまいました。黙りこくってしまったよ。しかもなんかね、中にもね、小さくプルプル震えてる方もいらっしゃいました。怒り浸透だったようでございます。私ちょっと立場危うくなったのかもしれませんけれども、その後うまく言い繕ったから大丈夫だよ。うんうん。で、こんな感じなんですよね。おぱよというのは、核心をつかれるとね、プルプル震えちゃうんですね。怒っちゃうんですね。そしてですね、今日ですね、昼帯というですね、ワイドショーの番組、テレビ番組でですね、面白い一面があったんですね。どうやらあったようなんですね。なんかね、おぱよのおじさんたちが大喧嘩、司会がですね、まあって止めてもですね、もう止まらずですね、大喧嘩をし続けるというですね、そういう笑える一面があったようでございます。さあ、しょうもないニュースだからね、パパッと行ってもですね、かなり面白いと思うよ。うん、2本行くよ、2本ね。おぱよのね、おじさん同士が大喧嘩をしたということですね。あともう一丁あるんですよ。コメンテーターから突っ込まれてプルプル震えるというですね、この2つの面があったみたいなんで、これ2つも読んでいこうか。面白いよ。行きますよ。昼帯、野党が大紛糾。維新、松井氏が、立憲共産に、談合だと、談合爆弾と、生死不能の大喧嘩というですね、なかなか面白い記事になってます。行きますね。5日のですね、TBS 昼帯にですね、野党の4幹部が出席をしましたと、立憲民主党の福山陳君ですね、陳君、福山幹事長、そして共産党のですね、小池君ですね、小池書記局長と、なんか中国みたいだね。で、あと日本維新の幹部ですね、松井代表、そして国民民主のですね、玉木さんですな、代表がですね、出席をして、この4人でどうでもいい4人でですね、一生懸命何を話したのかな。岸田文雄政権が誕生して、衆院選をですね、14日に解散して、総選挙前倒しをですね、各党が非難してたんですね。なんだこれ、なんでそんなスケジュールでやるんだ、早すぎるみたいなことで言っていたわけですよね。で、このね、各党が非難している中ですね、これ、大阪からリモート出演していた松井さんがですね、これまでですね、この維新以外の、我々以外の、このね、立憲民主党とかですね、日本共産党とかですね、野党の皆さんは、国会を開会したらですね、もう早速いきなり冒頭不信任案を出してですね、解散させるって言っていたんだから、別に批判することじゃないでしょうと、あんたたちがですね、さっさと解散しろとか言っていたわけですから、で、さっさと解散してくれるわけですからですね、何の文句があるんですか。むしろですね、やった選挙だ、万歳って言わなきゃいけないんじゃないのというですね、ことでにやりとしてですね、この性格の悪さがちょっと出ちゃったね。にやりとしてですね、立憲民主党も共産も自民党を倒したくて仕方がないんだからね、この解散するぞっていうこれに関してですね、批判するのはおかしいよ、万歳選挙だって喜ばなきゃと言い放ってですね、小池氏らは無然とした表情にと、さらにですね、野党の候補者一本化がテーマになるとですね、松井さんはですね、野党の候補者一本化ってご存知ですこれね、全く政策理念の違うですね、立憲民主党とですね、日本共産党が、自民党を倒すぞ、そのわけのわからん目的のためだけに手を組むというですね、こんな理由で手を組んだ奴らに誰が投票するのかな、おかしくてしょうがないんだけれども、このね、候補者の一本化がテーマになると松井さんは、共産党さんは日米同盟破棄ですよ、自衛隊は違憲だって言ってるんですよ、立憲民主党はよく覚悟しましたねと批判をしたと、いやもうこの点に関してはですね、
松井さん、さすがだと。あんた、たまに中国を買わなきゃ、あんたはなかなか面白いおっさんなんだから、まあ、その方針で走れよ、な。で、これにですね、陳哲郎、福山氏がですね、閣外からの限定的な政策の実現に対しての協力という形っていうですね、何言ってるかよくわかんない。よくわかんない。何言ってんの、お前。なんか言い訳にしか聞こえないんだけど、はぁみたいな。あ、言い訳をしたわけですね。政権の中に入っていただくわけではないんだと反論してですね、そして日本共産党の小池氏は、独自の政策は持っている。しかし、共闘の中に、政権の中に持ち込むようなことはしないとしてですね、じゃあお前は何のために選挙出るんだと。要するに、小池がむちゃくちゃ言ったんですよ。我々日本共産党は、心の中にですね、独自の政策を持っているんだと。しかしですね、この、選挙でですね、手を結んだ立憲民主党と戦うこの中で、そして、たとえ勝ったとしても、その政権の中に、我々のこの独自の政策、理念を申し込むことは絶対にしないって言ったわけですよ。じゃあお前は何のために政治家やってんだ、おい。おい、お前政治家である意味あるのかしら？どういうことなのかしら？はい。何も文句を言われる筋合いはないと返したと。その後はですね、互いの発言にピクつきな、お、ピクついてらっしゃったのかね？ピクついてたのかね？これナイス文章だな、デイリーさん。お、なんだピクついてたって。その後は互いの発言にピクつきながら、リモート画面を通しての直接バトルとなり、共産党は日米安保基軸でよろしいんですかと。日米安保大反対のあなたたち、日米安保基軸と言っている立憲民主党と手を組んでよろしいんですかと。当面課題については力を合わせてやっていく。ごまかしの回答ですね。いや、これ選挙目当ての談合ですな。違いますと、応酬が始まって大紛糾と。司会のですね、めぐみさんがですね、ここで、いやー、ちょっとすいませんと斉唱するもですね、ヒートアップが止まらない状況になってしまったというお話でございます。いやー、もう小粒のおじさんたち、切れたら止まらないんですよ、お前はね。これだけではないんですよ。その他にもですね、切れるポイントいっぱいあったらしいんですよ。いきますね。大谷さんであのコメンテーターいますよね、おじいちゃんね。大谷氏、テレビに集合し、岸田批判の野党幹部らにガツンと、表紙も変えず、中身も一緒なのは、お前たち野党じゃないってですね、もう真正面から批判しちゃった。なかなか面白い。最近テレビ、こういう面白いことやるよ、昼帯。悪くないぞ、これ。はい。5日のですね、TBS 昼帯に、野党4幹部が出席をしたと。はい。さっき言った4人ですね、ね、福山の陳君とですね、あと、小池君とですね、あと、松井さんと玉木君と、この4人が出演したと。で、冒頭からですね、岸田文雄首相がですね、衆院解散を14日に前倒ししてですね、早期決戦を仕掛けてきたことに対してですね、立憲共産国民民主党がですね、大批判をしたんですね。したらそこにですね、ジャーナリストのですね、大谷氏がですね、選挙で早まったことをですね、非常に批判されてますけれども、任期は分かっていたわけですからと指摘と、その大社に一定変わらんだろうと、お前ら大社準備できてないのかそもそもということを指摘をしたと。そしてですね、ここですよ。いつも表紙を変えただけで中身が変わらないって野党の皆さん、ね、自民党のことをご批判されるわけですけれども、我々から見たらですね、表紙も変えずに中身も同じことを言ってるのはですね、野党だという感じがするんですけど、と、厳しい言葉を向け、短期決戦で一回の表から攻撃してくるのは分かっていると、こっちはこれで行くよというのをですね、批判しないで早く出していただきたいんですけれどもね、と求めたと、番組ではですね、大阪からリモート出演をした、維新松井氏が、立憲民主党も共産も、ね、自民党を倒したくて仕方がないんだから批判するのはおかしいんじゃないと、さっきの話ですね、と野党共闘ですね、選挙目当ての談合と大批判してですね、大紛糾したというお話でございます。要するにですね、立憲民主党とですね、日本共産党がですね、テレビ番組で生放送でボコボコにされたというお話でございます。もうしょうもないな、しょうもないから終わるから、もうしょうもない気になったでしょ。いや、しかしですね、こんなボコボコにされちゃう変なおじさんたちにですね、変なね、立憲民主党とかですね、変な日本共産党にですね、投票する人っているんだね。どんな人が投票するんだろうね。もうできればですね、投票の時にですね、私は日本共産党に投票しますってこう公言してほしいな。なんか私は立憲民主党に投票しますって公言してほしいな。あ、そういえば立憲民主党に投票するやつ、うちの家族にいっぱいいるわ。ごめんなさいね。ということで、ここまでの動画を終わりたいと思います。バイバイ。